議長閣下、時間です。ん？今回の作戦に立ち上がってくれた諸君には最大限の感謝を。私は肩を並べて戦える立場ではない、僭越だが、それでも共に戦ってきたつもりだ。自由のため、平穏のため、家族と共に迎える明日のために、戦場で、話し合いの場で、あるいは紙面の上で、動力ネットで、それぞれの場で抗い続けることで、あの調印式の日を勝ち取った。ならば今一度世界に示そう。文字通り、全ての力を合わせることで、どんな苦難にまみえようと、心に希望の炎が燃え続ける限り、屈することはないということを。これより最後の作戦、始まりの翼作戦を開始する。成功と無事の帰還を祈る。警備隊および支援部隊、総員出撃。イエスマン。始まった。始まりの翼、この地の因縁に終止符を打つ最後の作戦か。ああ、そこからもう一度始めるために。俺たちは参加しなくて本当に良かったんですか？傍聴処置ということで、結局まだ詳細を知らされてませんが。大丈夫、このまま待機していて。もどかしいですけど。フラン、どうか頑張って。セルゲイ課長、ダドリーさんも女神の加護。まもなく警戒範囲に入ります。まだ敵兵ありません。各員、今のうちに戦闘準備を整えておけ。はっ。敵魔光騎兵出現、数はおよそ100以上。砲型機も多数確認。来たか、迎撃を開始するぞ。魔光騎兵があんなに。明らかに調印式の時よりも。どうやら軍事工場で追加増産された分みたいね。ここまでの戦力差では。あっ、皆さんあちらを。おいおい、ありゃ、第二分校のデアフリンガー、本校のアークロイヤルまで。分校前期準備完了よ。本校前期同じく準備完了。ハッチ開放、全機構兵出撃せよ。イエスサー。リンゴ、
しっかり舵を取りな。あいあいさ、そんじゃ稼がせてもらうとすっか。死角のカバンは任せてちょうだい。ヒットアンドアウェイで行くぞ。それじゃ始めるとするか。ジンゴリ、ジョゼットさん、トバルさんも。山猫号がもう一機って、もしかしてドルンさんとキールさんまで来てくれたのか。喜ぶのはまだ早いわ。さすがにきつそうだが。いいえ、想定内よ。あれはまさか結社の飛行艇だと。なんとか間に合ったか。こちらは任されたわ、デュバリー。あなたとまた肩を並べられるとは光栄の至りだ、キリングベア。少し雰囲気が変わったな。ふん、てめえらの方こそな。ほら、気合い入れていくぞ。待たせたね、諸君。表舞台に今こそカムバックさ。ゼノ、レオ、アイネス、エンレアも。なんか余計なのまでいる気がするんですけど。さすがにシャーリーは来てねえみたいだが。まさか姉さんが。ちょうど暇そうな舞台がいたから、私の権限でね。西風の面々とも前の対戦で連絡先を交換しておいてよかったわ。いつの間に。さすがは第二中ですわね。たく、この女は。でもこれだけの戦力が集まれば、もしかすると。いいえ、むしろここからでしょう。ええ、防衛システムが魔光騎兵だけのはずがないわ。あ、見てください。まずいぞ。各員、備えな。なんて攻撃だ。チー、気をつけろ、すぐ次が来る。あれはまさか。腕が鳴るじゃねえか。ヘミスフィア卿の代わりに暴れさせてもらうわ。トマス副長、バルドたちもなんとか間に合ったみたいだね。あの5号機、ケビンさんとリースさんよね。あ、
3号機と11号機は初めて見るけど、これだけの戦力があればこのまま押し切れるかも。うん、それでもまだ無理よ。まあここまではいいけど、まだ時間稼ぎ以上じゃないかな。人知をはるかに超えた機械知性、その進化が発揮されるのはむしろここからでしょうか。ああ、見てみな。戦況が徐々に敵側に傾き始めているようだな。そんな、いくら魔鋼騎兵が強力でも。こちらは一時的な寄せ集め。しかしあちらにはエリュシオンがある。戦闘中に手に入れた情報を常時フィードバックしているのだろう。そして桁違いの演算能力によって的確にこちらの隙をついてくる。はい、あの新総統と同じに。あ、そういうことか。なんとか予測を覆せないのか。大丈夫、我々を信じたまえ。こちらだ諸君、転移の準備を。ゼオ、ヨシは、あれ？あの白いハヤブサは？カレージャス機関部が大破したはずじゃん。さあ乗り込むぞ、エマ、セリーヌ。はい、わかったわ。私も手伝おう。白い色に白き翼。これってまさか。その通りだ、エステル君。これこそが終戦後リベール国内で極秘裏に建造されていたもの。カレイジャス2のデータもフィードバックし、次なる災厄に備えんとする姉妹艦。
アルセイユ2。クローゼまで来てくれたんだ。まさかこんなものを用意していたなんて。たく、憎いことをしやがる。この展開は私ですら予想していなかったな。クローゼもこんなもんを黙ってるなんて人が悪いぜ。見て、魔鋼騎兵たちも反応できてないみたいだよ。エリュシオンの予測を一瞬でも超えられた。今しかない。ヤバそうなのが来るぞ。障壁でもあれは。ババ様、今よ。行くがよい、そなたら。父上、ウォレス少将、バンダイク元帥まで。帝国が誇る猛者たちか。だが一体。青き呪いと炎の祝福を。エンチャント、まさかノルドの騒乱の一種返しの意味でも、改めて獅子の気概を見せつけるとしようか。シラよ、弟子と子らに示されるがいい。光翼と雷帝の剣、未だ衰えぬと。愛も変わらぬ跳ね返りよ。だが元よりそのつもりだ。ジータ、めちゃくちゃすぎんだろ。霊力が落ちてるわ。底部の守りが薄いみたい。今だよ。ガイウス。ああ発射。行け若者たちよ。終わらせるためではなく、そなたらの明日をつけるために。ここでかよ、リン。
存外にやるじゃないか。まさか白き翼とはね。それでもかの機械知性の足元にも及ぶまいが。ずいぶんと楽しそうね、博士。おっと、見つかってしまったか。もちろん楽しいとも。貴重なデータも山ほど取れたからね。どうやら裏でやりたい放題やっていたみたいだけど、さすがに今回はお遊びが過ぎるんじゃなくて？君の方こそ随分と表の人間に肩入れするじゃないか。何、心配しなくても使徒としての一線はわきまえているさ。蓮にも言ったが、今回の私はあくまで協力者にして観測者。過度な干渉をするつもりはない。あとは彼があのシンギュラリティの産物がどこに行き着くか、高みの見物をさせてもらおう。十分に過干渉だとは思うけど、どうやら話してくれるつもりはないみたいね。あなたが見てきた今回の事件の背景を。なに、すぐにわかるさ。私の口から語らずともね。ではそろそろ失礼するよ。君もせいぜい適当なところで切り上げるといい。本当に厄介な人。感じる。エリュシオンの制御中枢は間違いなくこの上に。でも、くそ、何をやってるんだ俺は。あいつの代わりになるって、そばにいるって誓ったのに。スーちゃんがいないと、ナーちゃんを。大丈夫だ。きっと彼らにはリーンたちがついてくれてる。そして君には今ルーファスさんと俺たちがついている。ルーファスさんはもちろん、ナーディアって子もヤワじゃなさそうだ。それは君たちが一番わかっているんじゃないか。それはきっと彼らも今頃動き出そうとしているはずだ。だったら俺たちも立ち止まるわけにはいかないだろう。行こう。俺たち全員の未来をつかみ取るために、そして大切な人たちとまた会うために。
みんなで力を合わせればきっとできるよね。キーヤたちはずっとそうやってきたんだから。お あんたに言われるまでもないさ。あいつは俺が守る。絶対に。そして絶対に使命を果たしてみせる。ルーファスたちと一緒に。そしてあなたたちとも一緒に。どの道彼女抜きではこの異変を解決などできまい。せいぜい力を合わせていくとしよう。黒弦は人なら丸々。それまでに必ずこの坂島のバベルを停止させる。トールス7組特務支援課、リベール組にルーファスさんたち、そして協力者の皆さん、全員で最後の壁を乗り越えるぞ。
あれは…ルーファス！まさかエンペラーの…ナディア！あの装置よ！頼む！ああ！くぅ！たまえ。よし、大丈夫かロイドたち。ああ、おかげで助かった。無事みたいだな。心配かけさせやがってありがとうね、スーちゃん、ラーちゃんも。ったくよかったね。あ、リー、たどり着いたか。ルーファス、よかった、無事ねそちらも怪我などなさそうで何より。くそ、ここも障壁か。一体どうすれば合流できるんだ。多分あれの先かな。ふむ、あの機械はもしや。これに乗れば中枢まで一気に行けそうね。うん、間違いないと思う。同時に操作すれば起動するよ。いよいよか。でも今までのことを考えると、さすがにおあつらえ向きすぎだな。どうする、ロイド君、リーン君。とにかく乗るしかないだろう。行こう。キーヤ、ラピスも操作を頼む。くれぐれも注意してくれ。うん、任せて。起動するね。
この気配は当然そう来るよな。みんな備えよう。見覚えがあんぞ。すんなり行かせてもらえるとは思ってはなかったが、中枢への最後の守護者、こいつらさえ倒せば。了解だ。だったら全力で迎撃するだけです。最後の試練だ。頼むぞみんな。これまで誠を失いし者の剣、行くぞ。仕上げといこう。降り注げブルドガングレイン。我が舞は無限、去りゆく者へのたむけ眠れ。永遠に明けぬ夜に抱かれ、そこです。お返しよ。今よ。みんな行くわよ。オッケーです。承知しました。やあ、行きましょう。キーヤたちも協力するよ。やあ、はそれ。なぎ払え。いいだろ。オッケーです。セイ、うん、そこ荒ぶる風よ、我が剣に宿る。行くぞ。逃がしません。そこだ。犬たち、個人転生。さあ、行きますわよ。無は有にして、有はまた無なり。1 2 3 4 5 6 7 8を一刀無人剣。アルゼイドが神髄、その身に刻めがよい。参る。今こそ権限せよ。そうは剣道。
我らを守る唯一の盾、祖は竜霊、今国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギオン。とっておきを見せてあげるわ、気高き光よ、我が元に集え。くらいなさい、ジブリール・アロー。己の罪を食いなさい。うなれ、螺旋劇。高ぶれ、バリアントレイ。みんな一斉にかかればよい。断ち切る。崩れた。続きます。砕け散れ。神道滅却、我が太刀は無。見えた。なんとか切り抜けたみたいだな。ルーファス、スーちゃん。おい。よかったスーちゃん、ちゃんとまた会えて。もうルーファス、私から勝手に離れたら許さないんだから。いくらなんでも仕方ない状況だったと思うがね。一時はどうなることかと思いましたが、まあなんとかなったってところか。最後のはなかなか手強かったですけど。ああ、無事に合流できてよかった。それにようやくたどり着けたみたいだ。いかにも中枢って感じだね。凄まじい霊気の流れを感じる。扉一枚隔ててこれとはね。どう、ラーちゃん。ここよ。エリュシオンはあの扉の向こうにある。ああ、そうなんだろう。俺の中の何かも。これまで以上に共鳴している。気を抜くと一気に持っていかれそうなくらいに。うん、共感。いよいよ大詰め未定だな。この先に事件の全ての真実も。あとはとっとと暴いてやるだけだろう。はい、何としても天の雷の発射を阻止して。
俺の考えている通りなら。ロイド君、君は。いや、とにかく準備ができたら突入しよう。きっとこれが最後の戦いになるはずだ。